女狭母図加古墳。女狭間図加古墳。メサホズ加古墳は、宮崎県西都市三宅にある古墳。形状は、前方公園墳。斎都玄古墳群、内丸山市群を構成する古墳の一つ。実際の被送者は明らかでないが、区内庁により、女狭間塚両母さコーチ、被送候補者、この花作や姫として、両母さコーチに事情されており、 北側の男狭物か両母山高地、男狭物か古墳と隣接する。男狭物か古墳と共に、九州地方では最大規模の古墳で、五世紀前半、古墳時代中期頃の築造と推定される。宮崎県中部、一つ川中流域右岸の鉱石台地、西都現代地中央部に築造された大型前方後円墳である。 大地上では320基以上からなる、九州地方最大規模のサイト原古墳群の映像が知られ、古墳群で最大規模の本古墳と男狭母塚古墳は、大町3基と共に、丸山市群を形成する。現在は、宮内町事情の両母山高地として、同庁の管理下にあるが、これまでに宮崎県教育委員会による立ち入り測量差、立ち入り地中レーダー探査等が実施されている。 噴景は前方五円形で前方部を南東方に向ける。噴景は三段築成。噴景長は176メートルを測り、男狭ズ塚古墳、ホタテ貝形古墳とほぼ等しく、九州地方では最大規模になる。噴景表面では,遠葉には、遠藤派は継承派庭が検出されている。噴景周囲には二重周堀が巡らされるが、外号は、 西から南側のみで一周はしない。主体部の埋葬施設は明らかでない。また、周囲古墳のうちでは、サイト原169号墳、サイト原171号墳が本古墳の倍長と推測される。この女狭墓塚古墳は、男狭墓塚古墳と、ほぼ同時期の古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。それまでのサイト原古墳群では、 第一延辺部において6つの主張母系列が並立していたが、第一中央部に築造された男狭坊塚、女共保塚両古墳はそれらを統合するような様相を示す。しかしながらサイトで両古墳に続く古墳は規模を大きく縮小し、次の南九州の名主墳は横瀬古墳、鹿児島県総群大崎町に移動することとなる。なお、 サイ玄古墳群の古墳域は1934年、昭和9年に、国の史跡に、1952年、昭和27年に、国の特別史跡に指定されているが、男狭坊塚古墳、女強補塚古墳の古墳域は、両母参考地に事情されている関係で史跡には、含まれていない。古墳の規模は次の通り、1997年度、 平成9年度の測量調査による現境地、男セマボズカコ女京骨ツカコの築造をめぐっては、近接して立地することもあり、これまでに次の諸説が挙げられていた。以上に関して、宮崎県教育委員会による立ち入り地中レーダー探査、墳キューブの属の結果によれば、男セマボズカコ女京骨ツカコには重複関係はなかったとされる。 男狭母塚古墳、女京保塚古墳が、第一中央部に築造されたのは、西から伸びる、小丘両先端部を利用することによる、土壌確保のためとみられ、限られた戦地の中で両古墳の築造が、最大限かつ、東墳九町企画された点が注目される。その176メートルという墳九町は、九州地方全体でも、後続の東人大塚古墳、 鹿児島県肝付郡東串良町、154メートルを大きく引き離す規模になる。なお周堀のうち、外郷は西から南側のみで一周しないため、元の地形から区画する目的であったとされる。女狭没過古墳からの出土品としては、円筒派には、継承派には、家型、鳥形、縦型、株と形、健康形、炭鉱形、 草さずり形葉にがある。円筒葉には、気壁が厚い、突ったい面が、重厚、淡褐色、ベージュ色、黒縁を有するという特徴を示し、野焼き小生と見られる。男狭没過古墳の出土葉にとは、時期的には、非常に近接するが、そちらは異なる製作技法、穴蔵用小生である点が注目される。蔡と玄古墳群の丸山市群では、175分。 出土埴輪は、男狭母図家系列、169号分、171号分。出土埴輪は、女狭母図家系列に位置付けられるが、男狭母図家系列は、引き内的埴輪、女狭母図家系列は、機内的埴輪とされる。なお、斎と玄古墳群では、丸山市群の他には101号分、寺原古墳、212号分で、埴輪の出土が知られ、 いずれも女狭没家系列に属する。一方、男狭没家系列の埴輪は、周辺の大型前方後円墳で採用が知られる。女狭没家、男狭没家の両古墳とも実際の悲壮者は明らかになっていない。現在、宮内庁では、悲壮者を特に定めずともに、両母参考地と自乗し、女狭没家にこの花咲くや姫、 男狭母塚にその夫の二二の尊を当てている。一説に、古墳は、中津山古墳をもとに築造されており、被葬者を女狭母塚には、第十六代、仁徳天皇妃の日向上長姫、日向の上長姫、男狭母塚にはその父の初見君牛諸、諸方君牛諸、古事記では牛諸、日本書記では牛諸いとするものがある。 北郷安道、宮崎県立サイト原高古博物館主館。男狭母塚古墳、女京骨塚古墳の周辺では、円墳2基、サイト原169号墳、サイト原1 7 5号墳、方墳1基、サイト原171号墳の計3基の古墳が築造されており、いずれも男狭母塚古墳、または女狭母塚古墳の倍長。 倍長と推測される、いずれも、両母参考地事情外。本項目では、女狭ボツ古墳と関係が深いと見られる、サイト原169号墳、サイト原171号墳について説する、サイト原1 7 5号墳については、男狭ボツ古墳倍長参照。所在地、域内への立ち入り、交通アクセス、周辺、駐車区出店、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。